であるパーンとは、ザクソン村の幼馴染みでムニの親友。アラニアのファリス神殿で4年間の修行を終えて、ザクソン村に戻った後、パーンに誘われて、旅に出、数々の冒険を共にする。英雄戦争後はパーンと別れて、バリス王国のファリス神殿に公司祭として属し、最高司祭ジェナートを補佐して、壊滅的打撃を受けた神殿の再建に尽力した。さらに、 英雄戦争による甚大な被害と偉大なファー王を失ったことで弱体化していた国との調整役として王国再建にも功績を挙げた。その結果、国王は騎士団から選出するという通例を破ってバリス国王に即位し、新官王となり、同時に恋仲となっていた全王ファーンの娘、フィアンナ王妃に迎える。即位の翌年、 マーモに占領されていたアダンの街をパーンたちの協力もあって奪回する。しかし、このアダンを含めたバリストーブはマーモ評議会評議員に復帰した暗黒騎士団長アシュラムによって再び占領されるなど、後々まで構想の最前線になる。邪神戦争ではファリス信者を選手として動員する神聖魔法、聖戦を発動して国家を挙げた戦闘体制に入り、 再建された聖騎士団とファリス新幹線師団、民兵を率いて参戦する。マーモ本土へ上陸した聖騎士団が全滅するなど、多大な犠牲を払いながらもこれに勝利する。その後は二度の大戦で疲弊した国力の回復を、図ると同時に、時代の国王の育成、協情的になりすぎていた、ファリス教団の改革に努める。第二次邪神戦争終結後に国王を退位し、 ジェナートの後を継いで、ファリス神殿の最高司祭となり、以後は生殖に専念する。温厚で生まじめな性格ではあるが、物語冒頭では、若さゆえ、あるいはパーンの影響からか若干無謀なところがある。仲間と共に、バリス王国のフィアンナビメの窮地を救ったことをきっかけとして、最高司祭ジェナートの地遇を得る。英雄戦争により、人材が復呈した、ファリス神殿。 および、バリス王国の双方で重きをなし、ついには国王にまでなる。騎士ではなく神官であったこと、また、バリスの出身ですらないことから、騎士階級の人々の間ではよく、思われてはおらず、即位当初は、様々な苦労もあったが、それを乗り越えて、国民の厚い信頼を得る。神官としては、冒頭でこそ、駆け出しの神官であったが、ファリスが法王を司る神でもあるが故に、 協情的になりすぎていた、ファリス神殿の中にあって、競技には、ハンるルが相手にとってそれが救いになるとすれば、嘘をつくことも意図はないなど、表向きの教えではなく真の信仰心を抱いている。そのためジェナートが推し進めた、教団改革の継承者として、最高司祭まで上り詰めることになる。ありがとうございます。